自民党はそもそも保守政党ではなかったとしか思えないような話があります。自民党の稲田議員は今年10月国会での発言で自民党は立党以来日本を代表する保守政党であるという発言をしています。この発言とは矛盾するような自民党の元議員や現職議員の発言があります。元自民党議員の伊吹文明氏が2023年のインタビューで自民党は保守政党ではないと思っていると発言しています。1955年に自民党が誕生したが 一党宣言や当時の綱領には、保守という言葉はなく、社会主義、共産主義の革新勢力と対抗するために、保守とリベラルが混在する国民政党として決闘したという、野党時代の2010年に、常に進歩を目指す保守政党という表現で、保守という言葉が初めて入ったとのことです。それより1年前、2009年の話になりますが、元衆議院議員の子、子中川昭一氏が生前、自民党の原点は保守なのだ。 そして今こそ原点に戻るべきなのだ。保守とは守るべきものを守り、保守すべきために改革すると、自身の公式サイトで語っています。その中川昭一氏が亡くなり、相席の会で、麻生太郎議員が長辞で、自民党は保守理念の再構築を果たさねばならない。中核を担うと期待していた中川先生を失い、我々の気力がなえたことも事実だが、我々は中川先生の意思を継ぐ義務と責任がある、と述べたとのことです。中川氏の原点に戻るべきなのだ。 麻生議員の自民党は保守理念の再構築を果たさねばならない。伊吹氏の保守とリベラルが混在する国民政党として決闘。これらの話から自民党内には保守とは言えない考えの人物もいたと思います。稲田議員は自民党は立党以来の保守政党だと言い、別の会見では私こそ保守とも言っていました。稲田議員は以前、保守層を敵に回したような発言もしていますが、保守層の敵になる人は一体どんな保守なのでしょうか。よくわかりません。もしかすると、LGBT 法案を一緒に推進した。 自民党の古谷刑事議員なら、稲田議員と考えが同じかもしれませんけど、その古谷議員は、LGBT 法案の反対の声に、騒いでるのは一部のネトウヨだけと言ったと、ネットで噂になっていましたね。保守を辞任する皆さんは、稲田議員が有心の保守とは、考えが違う可能性がありますので、ご注意ください。ああ、でも、そんなことは、とっくに気づいているという方が多いかもしれませんね。コメントをお待ちしてます。